ジョジョの奇妙な冒険。オールスターバトル、R。はっはっこの、し、はっほらいやったここだたああそらよっとつふたすっはっなんだろくらえおーどきやがれ邪魔だぜくらえやろうくらいやがれうらあぶねえ危なかったぜ行くぞよしお、あぶねえし、たんふっとてめえちょっと待て

避けんなゲロッパキ野郎お返しを食らわしてやるぜ考えてる暇はねキスキス戻れ戻ってこいガガファーガギャーてめえこの野郎危なかったぜギリギリだお前の狙いは完璧に分かったそこだおっしゃこれも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 まとめて返す 行もう二度とやらねえからな。くそてめえシールが剥がれちまった。復讐とは、自分の運命への決着をつけるためにあるあたしは覚悟をしてきたげ、限界。<laughs> 気が、遠のいて、いく。シールにはこんな使い方もある。シールで増やすぜ。うっしゃーおー <noise> うるせえ結構便利だったりしてシールによる高速移動キッスのシールシール数が二つに増えるシールを貼った一つに戻るそして剥がすと破壊があるうるウラるるるるるるる顔面の正中線上 <noise> 顔面の正中線上うっしゃー おりゃわしゃおりゃうらそらうらそらうらそらあたしがやる任せなジョリーン !FF! ジョー太郎さんジョー太郎さんこれは今までのお礼だこれも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 まとめて返すぜ はっこのリーゼント豚野郎何者だこの野郎オーマイガーこいつ、得体の知れない奴だ。でも、強いなんで私がいるんだおい FF、こんなとこ出てきちまってよ。大丈夫なのか水飲み場は近くにないぜ。悪いけど、ジョリーン。糸の対策はバッチリなんだよ私の姉さんが死んだのも運命のためというのか ふざけるなてめえ怪しいぞ近寄るんじゃねえ自分のことは自分で切り抜けるうるせえぞ、鼻くそお前が強いと思ったのは気のせいだったぜ。それとも、私が強すぎるのかなえっと、目は覚めてるよな。1492年新大陸発見コロンブス。絶対正しい。ちゃんとコップで飲む訓練はしてきたようだな。よし私の勝ちだぜ今理解したぜ。 お前がここで負ける運命だったってことよ人はみんな、明日は月曜日ってのは嫌なものなんだ。でも、必ず楽しい土曜日がやってくるって思って生きている。いつも月曜ってわけじゃないのよ今度私に近づいたらぶっ殺すまだわからないのか。私が誰か。でもゆっくり考えろ。<laughs> マニア だぜこの性質を利用してやる。この能力は私が刑務所に来てから身についたものだが、私はこの能力を天からの刑事と受け取る。このシールは、この私自身の体の中から出てきたものだわ。手からシールが出てくる。これが現実。現実は受け入れる以外ないわ。そして受け入れたら、結構便利だったりして。自分の肉親をドブに捨てられて、 そのことを無理やり忘れて生活するなんて人生はあたしはまっぴらごめんだし、あたしはその覚悟をしてきたいいか。この蹴りはグロリアの分だその次の次のもその次の次の次のもその次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 のも次の次もグロリアの分だ泣きたいんだけれど、そんな時間、 泣いてる余裕なんてないかもしれない。出しなよ、100ドルだ。てめえ取った金返してもらうぞ、こら強い意志で思えば、手のひらから出てくる。曖昧ではなくさ、やるという意志をはっきりと頭の中に描けば。どこに隠してるこの野郎ポケットの中かそんなことの理由は私にとってどうでもいい。勘置としては、最適という意味で。 ぴったりだ。助けを呼んでみるんだ。聞いてもらえるのは、ゴキブリとドブネズミどもにだけだろうがな。てめえの敵はこのあたしだーもうあげちゃうわあたしのパンティーてめえのことだけを考えてるのはよてめえの方だぞ、この野郎てめえそこで止まれあとはお前が叫び声をあげるだけだ。昼飯まで持つかな。 お前みたいな奴が。ちょっと待てこら叫び声を上げてみろ。たっぷりと。 とぼけてんじゃないのかお前はわかっていない。そうだ、パンティーパンティーだよお前パンティーもらったことある女の子からパンティーもらったら、それはラッキーって思わないこんな目に合わせやがって、妙な動きをするんじゃねえぞ悲鳴を上げてみろてめえはここにぶっ殺されに姿を現したわけだなオーマイガーこ,らこっち来いあたしがやるぜどうした 静かになったな。私はこの能力を、天からの啓示と受け取る。強い意志で思えば、手のひらから出てくる。うるせえぞ。てめえには関係ねえだろ。なんだてめえ。慣れ慣れしい奴だな。気のせいなんかじゃあねえ。お前、私と同じ匂いがするな。確かに私は前科者だ。でも、てめえほど落ちぶれちゃいねえぜ。いいか。 これはグロリアの分だ。泣きたいんだけれど。そんな時間、泣いてる余裕なんてないかもしれない。もうあげちゃうわあたしのパンティ叫び声をあげてみろ。たっぷりと。顔面の、正中線上どうラッキーなことが起こると思わないキッスは復讐のライセンスだ。このシールは。 このあたし自身の体の中から出てきたものだわてめえはここにぶっ殺されに姿を現したわけだなこのみじんこ野郎復讐とは、自分の運命への決着をつけるためにあるへい <Hey! S 1> 愛と復讐のキス。キャ 恥ずかしいいい度胸じゃねえか。うるせえぞ、く草見下してんじゃねえ瞬間で叩きのめしてやるぜビビってる、ビビってるお前の狙いは完璧に分かったそこだこれは今までのお礼だこれも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 まとめて返すぜ溶き上がれシールで増やすぜ。シールにはこんな使い方もある。うっしゃーれ シールによる高速移動シールシールを貼ったそして剥がすと破壊があるうらぁぁぁ顔面の正中線上うっしゃぁもう二度とやらねえからな。シールが剥がれちまった。復讐とは、自分の運命の決着をつけるためにあるあたしは覚悟をしてきた